先に多分はい、今ね、どこにいるかって那覇にいます。那覇の国際通りにいて、国際通りの今牧師の駅からだいたい400m ぐらいかな、ここにいます。真ん中よりちょっと牧師の、近くです。今から国際通りを歩いていこうと思ってます。まあそれ編集して出すことも多いんですけど、ノーカットで今回ちょっと撮影していきますので、ノーカットで編集なしで行うと思います。若干ブレるかもしれないですけど、一応ソニーの 4K 今のところ、ソニーのハンディの中では 4K のハンディの中ではね、最高峰と呼ばれている、機材で発生してます。 HDR-AX の100ですね。ブレには割と強いんですけどね、どうしてもやっぱり歩きながらとなるとあれですけど、まあちょっとそこはご勘弁ください。で、今いるところがこんな感じです。マクドナルドがそこにあって、ステーキハンスハウスということになります。ミヨンライブ沖縄の料理わらゆいということで、そこでなんか踊ってますね。すごい、さすが沖縄です。いいですね、この雰囲気が。昨日ちょっと寒かったんだけど、今日はね、全然暑い、汗かくようになってます。で、バスが出てて、バス、あ、傾いてますね。で、この国際通りに関しては、まあ、皆さんね、那覇に来る方っていうのは、多くの方が、利用する、利用というか訪れるところです。多くのお店があります、ホテルなんかもあったりして、まあ、ここ那覇にしたら必ず、来ると思いますけど、面白いです。閉鎖大体10時で閉まることも結構多かったりするんですけどね。肉が結構、石垣牛って結構有名ですけど、ね、アグーのコースということで、これ6200円になってますね、この感じで。これがアクセサリーショップで、これがね、平和通り商店街。今結構閉まっちゃってるけどね、時間が早ければでもやってる店もあるのかな。で、紅芋ということで、紅芋タルト、お菓子おでん、ハピナハで、ステーキハウス88、ここ結構有名というか、なんか攻められたりしてさっき安く食べれるみたいな。で、もう閉まっちゃうとか閉まっちゃいます、早くね。今、8時でこれ閉まるのか、9時36分ということで、まあ、10時閉まる店も多いですので、今9時36分ということで、あと2時30分で閉まる店も結構あります。で、青森専門店ということで、ね、青森が置いてます。青森お酒好きな方はね、ぜひ、沖縄の蒸留酒青森をね、お土産に買っていくといいかなって感じがします。沖縄そばのお店、ちっちゃい店ね。今地道になって閉まっちゃってますね。昭和36年というか古いですけどね、割とお手頃価格で楽しめるところで、鉄板焼き、鉄板焼きです。サムズグループということで、ね、なんか肉の香りが、いい感じで食べたくなってきました。で、これお土産ね、やっぱりなんか海鮮お土産ありますね。やっぱりで、こういう感じで見ていくと、ここは結び橋の商店街ということで、中入っていくといろいろあるんですけどね、ここはまだやってます。明るいですね、島唄ライブということで、ちょっとそういったものを興味あって行ってみたいなと思います。で、北海道のラーメン屋が、北海道で行った時味の時計台って言ったんですけどね、ここにね出店します。北海道で大人気のラーメン店で、一番人気の味噌ラーメン店がなってますけどね、味の時計台。人が多いですね、やっぱ今日土曜日なんで、閉鎖はね結構この時間になるとあんまり人ね、9時過ぎるといなかったりするんだけど、でも閉まってるとか閉まってるね。で、ここがドンキホーテ。サブです。サブ。サブです。
土産多いですね、だからお土産っていっぱいなんか買いたくなるようなお土産ってあると思うんですよね。特に子供の時なんて ね、子供は結構買いたくなると思うんですよ。こういうアクセサリーとかね、まあ、大人でも買いたいもんいっぱいあると思うんだけど、これは何だろう、オールケーブということで、この動物園入園料が580円ってことで、なんかいろんな、動物がありますね。ちっちゃい動物ですか、すごい、ね、カピバラとか面白いね。こういうなんか面白いお店も結構あるもんですね。でこれは居酒屋、でここはホテルか。なんか前3回目に来た時、そこ泊まったシーサーズインに泊まった記憶があります。国際通りの時になったホテルだったので、ちょっと色覚えで覚えてないですけど、確認すれば分かるけど、で大黒ブラック薬局で、まあ道も今、まあ、タクシー結構走ってますけどね、こんな感じです。だからタクシーは、捕まえるのはあのここいっぱい観光客がいるんでね、いっぱい来てるんで、困らないと思います。でラーメン、友人、やっぱちょっと国際通りだからか若干高いですね、値段がね、国際通りだから観光客来るから観光客の値段ちょっと取ってるかなって話で、もちろん家賃って多分他の通りより高いのもあるかもしれない。こんな感じですけど、まだまだ続きます。県庁前駅、まあユリレールというモノレールがあって、それで2つね駅が行く感じじゃない、結構長いこの国際通りですけどね、時間になってしまうと閉まってしまったりもしますけど、すごく、ぜひ、まあ、皆さん絶対こう那覇来たら来ると思うんですけどね、